まあ、ヴィンテージ縫製といわれる、まあ、1940年代以前の、まあ、縫製をするところ、まあ、それを追求するところです。まあ、まず、まあ、ものづくりがしたかったっていうことと、まあ、ものづくりが好きっていうことから始まって、まあ、やっぱり今のものにはないそのまあ当時の雰囲気っていうものはがあるんじゃないかっていう、でまあそれはやっぱりもともとヴィンテージが好きなんで、まあ、そのヴィンテージの縫製っていうものをまあやりたいなっていうのが始まりで、でまあそれでそれするためにはまあその当時のミシンが必要じゃないかなと思って、でまあ本当にまあいろんなところ世界中からもその当時のミシンを集めて、まあそれをまあ縫えるような状態にして、まあ、縫い出したのが始まりで、まあやっぱり表現したいのはあくまでもそのヴィンテージのまあ縫い方であったり、形であったり、まあその表現をするっていうことなので、まあそれをまあやるためにまあ今はこのファクトリーがあると思います。わかるように、まあここにあるのはもうほぼ全部がワークウェア全般なので、まあ本当に40年代まあ前の、まあ、そのワークウェアっていうものに、まあ、まずは興味があって、まあ、そこをまあなんだろうね、本当に集中して、まあ、勉強しているっていう形です。まあその中でも、まあ、特に、まあ、そういう、まあ、メジャーブランドからマイナーブランドまであるんですけど、まあその、まあ、メジャーブランドとか、まあ、マイナーブランドしても、まあ、同じく、まあ、その縫製ギミックっていうものが多数盛り込まれているので。まあ、その辺の縫い方であったり、まあ、その40年代の縫い方であったりっていうものに今はすごく興味があるので、まあ、その辺の、 形、縫い方、仕上げ方、まあ、そういう雰囲気っていうものに、まあ、今は集中して、やってます。僕が今ここで縫製をして感じているのは、まあ、やはりその40年代の、まあ、製品から見るとやっぱどれもがこう、まあ、手曲げ縫製とか、まあ、肩ではなくて、まあ、その本当に手の仕事で物を作っているっていうのがすごく分かるものづくりがあるんですよ。なのでまあ僕はまあそこがまずすごく面白くて、まあ個体差が出るからね、まあ、その個体差を、まあ、表現として生み出せるっていうのがまず40年代のものづくりの面白さ、そしてまあその40年代という時代の中で、まあ、歴史的にあったその戦争の時代とか戦争が終わってからの時代のその変化していくものづくりのニュアンスとかっていうのも僕はすごく素晴らしいものがあるって感じているので、まあ、それをまあ、40年代というこのくくりの中で、まあ、しっかり表現するっていうことが、まあ、僕のものづくりの面白さだと思います。ですか？まあ、僕がやっぱり大事にしているのはそのもの40年代のその当時作られたものたちがどういうターゲットに届けようとしてたのかっていう部分を考える。でそうなってくるとやっぱりまあ各ブランドさんがやっぱり考える、まあ、ものづくりっていうものがしっかりと見えてくるので、まあ、その辺をちょっとこうなんだろう勉強しながら僕は今の
そのものづくりのこうエッセンスというか表現のニュアンスの中に組み込めたらなっていうふうに、まあ、思ってるし、やっぱそういう部分をまあ見ていくっていうのが、この縫製すること以外の部分では非常に大事になってくるのかな。まあ、あとは素材であったり、まあ、糸であったりっていうことももちろん大事なんですけど、まあ、何よりやっぱりその当時のブランドが何を作りたかったのか、その時代でどういうものを残していきたかったのかっていうことを見ていく方が僕は大事だと思ってます。とか例えば1930年代とか1920年代って言ったとしても、その本物の例えばヴィンテージが見れなければ縫うことができない。でまあもう本当にこれはもうすごい偶然というか、もう出会いがあって、まあ、それがその三浦さんというそのまあリーバイスコレクターとの出会いですよね。三浦さん、もう本当にもうリーバイスをこよなく愛し、でもう本当にそのなんだろう、そのもう一個一個の答えの中にあるその縫いのギミックであったり表現、形、ニュアンス、もうほんまにもうどこまで見てるのっていうぐらいそのヴィンテージを見てる、はい、まあ現にその所有本数ももう桁外れやし、もう見てきはったこの経験値のレベルが高すぎるから、もう俺はもうほんまに学ばせてもらうことしかないんだけども、まあ、その三浦さんとの出会いによって、まあ、やっぱりその各年代のその縫製ディテールっていうものをもう確実に答えとして一個ではなくてほんまに多数、その一個の年代の例えば1946年って言ったとしても、その46年でもこんだけの答えがあるんだよっていうのもすら全部こう見せてもらうことができる方、はい、だからこそ学びを得て表現することができる。さっきの話でもあったように、この1946年の中期、はい、いわゆるその47デニムに46の、ごめん、対戦デニムの、アーケードが終わり、はい、47デニムになった時、はい、46年の僕らは中期って言ってるんだけど、はい、その時代のやつで、なおかつそのまだ対戦モデルのニュアンスが、はい、残ってるモデルっていうのをやってます。はい。まあ、今期この秋から、はい、リリースするこのパンツの三浦46に対して、はい、ジャケットの S406 XXX 三浦46、はい、まあ、これファーストです。はい、でこれもあの46年の、ファーストを勉強させてもらって作ってます、はい、まあ、特徴的なのはやはりまあこの全てプリーツ、もう当然ですけども全部手曲げ縫製、はい、そして、まあ、今回非常に面白いのはこの袖です。通常大体2枚剥ぎの袖がつくんですけども、はい、まあ、こちらは1枚袖という、はい、まあ、僕ちょっとまあここに惚れたっていうのもあるんですけど、はい、やっぱこの1枚袖かっこいいなっていう、はい、まあ単純なとこからなんですが、やっぱりこの1枚袖で作るという、まあ、非常に作る側からすると非常に贅沢な取り方をするんですよね、はい、糸はヴィンテージ見てたら分かるんやけども、やっぱり村糸で、まあもう本音を言うならば、その日本の番手はアメリカの番手と違うのね、はい、だからやっぱりそのアメリカのまず番手が欲しかったっていうのと、はい、でその当時のこの村糸、はい、そしてその当時の染めで作るこの糸っていうのがやっぱりその僕らが40年代のものづくりをするならばまず必要な糸だったので、はい、
まあ、そこでまあ本当にアメリカで作れるって分かったから、はい、作りました。だからまあきっとアメリカ人からすると日本の糸の方がええのにと思うんだけども、はい、我々のものづくりは日本の糸ではできない。なるほど。はい、生地に対する食い込み加減とか、はい、ステッチ打ち込んだ時に出てくるこの表情っていうのがやっぱりこの国産の糸だとどうしても浮いて見える。はい、だからこれはこのそれをまあまあ本来で良しとするならば良しなんだろうけども、やっぱりこの我々のものづくりではちょっと違う、やっぱりこの沈ましたいところもあるので、まあやっぱりそれにはやっぱりその当時の糸、そして、大事なのはあとは針サイズとかね、はい、いろいろあるんだけども、まずは糸はやっぱりそこでやりたかったっていうのがあって作ってます。ボタンは一応2種類あって、はい、トップ鉄の足が銅っていうボタンと、はい、トップが鉄で足が鉄っていう、はい、まあ2種類存在するんでね、はい、なのでまあその2種類をまあ、40年代はあるので、はい、まあ、設けさせてもらってるので、まあ、その2種類作ってます。はい、はい、まずは普通の銅カッパーリベット、はい、と鉄、要はオリジナルリベットの時代の鉄の銅メッキのリベットの2種類、作ってます。なるほど。当初は、鹿革でスタートしたんやけども、はい、今は、牛革にしました、はい、で、まあ、それもやっぱ当時の革を調べてるとやっぱり牛で、しかも縮むやつ、はい、なので、今我々が使ってる最新版のやつは、牛革の、縮む革、はい、防縮ではなくて縮む革を使って今作ってます。はい、はい、生地はまあ岡山の畑屋さんのちょっとお力を借りて、はい、まあ僕たちの持っているそのヴィンテージとか三浦さんの持っておられるヴィンテージとかをちょっと資料として出させていただいて、まあ限りなくその当時の、ニュアンスに近い、まあ、13.5 オンスのデニムっていうものを、まあ、旧式の力織機で、織ってます。もちろんその木肌の状態で、はい、織り上げるので、まあ縮みもありますし、はい、まあ、当時の風合い出すために、そのように作ってます。ってことなんですね。そうですね、もう本当に縫製と、仕上がりとか、まあそのこの物に関しての出来上がり加減っていうのはおそらくもう当時と一緒だと思うんですよ。はい、まあ、やっぱりこの縫製環境もそうだし、はい、やってることもそうだし、はい、何が違うんだっていうぐらいのとこまでは来てるんですけど、はい、あと足りないのは時間だけです。はい、はい、なのでこれにあと70年の時間が乗っかれば、はい、おそらくその今、はい、うん百万するスーパーヴィンテージと何ら変わらぬ、はい、そういうものになるのが我々のものづくりだと思う。はい、裁断、はい、縫製、はい、仕上げ、はい、全て僕一人です。それはなぜなんですか？これに関してはやっぱりその他の人の手を入れたくない、はい、やっぱり1から10まで、はい、スタートから終わりまでをやっぱり全て僕の管理のもとに生産したいという思いがあって、はい、もちろんミシンの癖もあるので、はい、まあ、それも踏まえてニュアンスも踏まえて、はい、ヴィンテージの全この工程、まあ、パンツも同じ、はい、やっぱりこの表現しなくてはならない箇所というのが数十箇所あるので、はい、これはやっぱ人に伝えてできるもんじゃないんですよ、はい、やっぱりそれはまず今僕が、はい、やっぱりやらなければならない部分なんで、はい、まあ、それをまあ自分でやっぱり全部することによって、まあ、このものづくりは完結する。なるほど、まあ、そういうやり方で当時のそのクオリティを表現して、まあ、保っているっていうことなんですね。そうですね、
うん、だからこそ、まあ、その個体差も理解できるし、はい、そしてまあそのなんだろうね、その本当にミシンの、そのうーん良さというか、はい、そのミシンが持ってる性能みたいなものをここに映し出すことができると思います、はい、僕自身が。なるほど、うん、なるほど、はい。まずは、このミューラー46っていうものがまあ始まりで、今度一応ミューラー47っていうのは作ろうと思ってるんですよ、はい、まず47年の完成バージョン、はい、そしてまあ今あるミューラー46、はい、そしてその対戦中という1942年から45年までのあの対戦モデルという、はい、あのニュアンスのモデル、はい、ミューラー対戦、はい、そしてミューラー41、はい、まあ、こちらはそのバックルバックの最終年でもあり、まあ、対戦のスタート時期でもあるそのチンチバックのついたパンツがあるんですけど、はい、まあ、それをやると、はい、だからまあ共にその41で対戦4647と、まあ、4つ大きく分けてあるんですけど、はい、それとも全部がこうパターンが違うんですよ、はい、でこれもまあ僕らあのもうヴィンテージから理解してますので、まあ、そのパターンももう作ってますし、はい、あとはまあ本当にそれの細かいまあ分析をしながら、まあ、その40年代の表現というものを今後やっていきます。はい。